ましたよと。名古屋港駅ですね。あ、名古屋港駅も来るの結構久しぶりだな。10年ぶりぐらいかね。何やかんやと来てなかったですからね。おや、名古屋ドームはないですね。大阪ね、雪なんかなと思っとったんですけど、何かな、あっちでイベントやってんのかな。あ、そういうのとかあったりすると、全部名古屋ドーム前に変わることありますけどね。名古屋線は普通に折り返そうですね。あ、全部2番線から走れない。中村公園とか、あ、中村区役所とかみたいに奥に折り返すのしねえんだな。あ、もうそこで。切れてるんですね。横のこれがね、あれですもんね。あ、じゃあ奥にあるのか。あ、あるね。ターミナル。やっとできましたね。あ、一応これで全部か。そうですね。引き込む線がないから。なるほどな。一応これでね、一応で契約か。よかったですね。あちらに、お子さんがわーっと乗っとったんでね。栄で乗った時には、あ、みんな名古屋港出張か行くのかなと思ってたら、あの物の見事にヤバ町で降りてきましたね。みんなヤバトンが好きなのか、ヤバトンか、もしくはあれか、松坂屋の初売りとかあの辺りかだったのかなという感じですかね。あ、でも、まあ、こっちはこっちで、名古屋港水族館の前ですからね。こんな感じ。やっぱりいろいろ遊ぶとこもあるんでね。まあ一番お目当てで来ることが多いというと、やっぱ名古屋港水族館になるのかな。うん。はい、まあいろいろありますよと。ちょっとチェックしてもらったら、24時間でこれ結構1時間前なんでね。これって24時間券って入場時間でいいんだったら全然ね、こっからぐるーっと見てできるんですけど、出場時間だと、あ、すいません、大丈夫ですか。わかりました、ありがとうございます。じゃあ行くと見ていこう。よかった。このシステム上の入場時間で大丈夫らしいんで、ですから、このままどうせ免疫の方に向かっていくんで、今9時30分ぐらいだから、まあ、ここを逆に1時間ぐらい見とっても大丈夫と。うん。そうそう。じゃなかったら、ね、出場時間だとね、結構もう、まあまあ急いで見て帰らないと危ない時間になっちゃいますからね。よかった。じゃあね、さてと、やってきた。
片木市にこんなラーメン屋さんとかあるんだ。ただ11時オープンだからさすがにこれ食ってるとまずいね。朝市になんか食えるとかだったらいいんだけど、港だからワンチャンありそうなんだけどな。で、水族館は向こうだっけな。タイミングがあるやった。まあいろいろとありますね。あ、もうすか、恵方巻きが始まってるな。そう、恵方巻き特集もやらないといけませんからね。名古屋港管理組合か、港湾会とかね。で、富士タクシーに乗って、まあ、こっちからの近づくと港設備の方の感じですもんね。ね、多分向こう側の方のが商業施設とか観光するのはね、いいのがあるのかな。メガネが曇る。出先で、メガネ拭き、そういや持ってくるの忘れとったんで、メガネがだいぶ汚れちゃってましてですね、めちゃくちゃ曇るんですよね。水族館はここ斜め横断していったらいい感じかな。3番で来てる方が出た方が良かったね。よいしょ。あっちにはあっちでポートビルもありますし、まあいろいろとありますね。港湾会館は今日は閉まってるけど、その子は駐車場が空いてんだね。水上バス、あ、運行してんだ。ガーデンとか金魚ストーンの方に行けるんですね。ササジマライブにも行けるんだ。あっちの方に行くんだ。そうなるんですね。ここはガーデンストーンですからね。あ、ボトルシップね。名店ですね。ポートビュー参加。そこに観測船筋があって、水上バス乗り場があってって感じですね。こんな感じなんですね。まあ、11時45分、10時29分で、まあ、緊張すると言ってもね、確認することもないですからね。まあ、そこから青波線乗るっていうのも手っちゃ手ですけど、まあ、せっかくね、あれが使えるんだったら、あっちの方がいいもんな。で、こっちは、あ、もうこっちがもう、名古屋港水族館になるのか。